ビーデブートのものとされるハタピクラスとは、異教時代のプロイセン神話やリトアニア人の神話で言及される神である。パトロピコロス、ピコルスポックルスといった名前でも知られている。ピクラスは、パトリムパスやペルクナスと共に、リトアニアの神話における三つの主要な神格の一つに数えられる。ピクラスは、鋭い眼光に、白髭を蓄えた風貌、あるいはターバンを頭に巻き、 緑色の長い顎髭を持った風貌の、蒼白な顔をした老人の姿で表現される。地獄をねじろとし、不幸、バール憎悪、像を象徴する。戦いの神であり、人間に幸福を与える一方、時折地を要求することがあり、ピクラスが立て続けに三度一前に現れた際には、聖惨な不幸に襲われ、生贄を捧げなければ、その不幸を回避できないと言い伝えられていた。 ピクラスには、女神クルミネーとその娘、ニオラに関連する伝説がある。それによると、ピクラスは、ニオラをさらい、地下の自分の王国へ連れて行った。ニオラはそこで不死となり、たくさんの子供を得た。クルミネーは各地を抜粧して、娘を探したが、その間に、旅先で濃厚の技法を学んでは、リトアニアの人々に伝えていた。ようやく地下で娘と再会したが、 娘を連れ戻すことはできず、クルミネーは一人で地上に戻った。すると地上からは、不幸が払拭され、幸福に満ちていたという。この伝説は、19世紀に、テオドール・ナルブトによって採集されたもので、ギリシア神話におけるデメーテールとコレイのエピソードとの類似が認められている。ラシキュースによれば、1 8 2年の時点で、コプロイ先人たちが信仰していた神々の中には、 ポックルス及びこれと対をナす。天地を司る神、オッコピルヌスもいたという。ロムバの神殿。大樹に見柱の神々が祀られているピクラスは1853年にルートビヒベキシュタインが書いたドイツ伝説集の中でも言及されている。コプロイセンの町、ロモオフェには夏も冬も青々とした葉を茂らせた大きな柏の木があり、そこにライジンペルクノス。 死神ピコロス、そして戦争と法上を司る神、ポドリンポスが祀られていた。ある時、ビーデブー島は、自身が高齢となり敵とも戦えなくなったことを、悟ると、国を、息子たちに譲り、それからロモフェにある柏の退治の下で自身を見柱の、神々に、生贄として捧げるべく焚き木の炎の中に身を投じた。プロイセン地方のトルンにも、 コップロイ先人たちに広く知られた聖なるカシワの大樹の4本目があった。そこにもペルクンノス、ピコルス、そしてポトリンプスの見柱の神々とそれらに次ぐ地位の多くの神々が祀られていたという。パトロのこうした性質には北欧神話の神王ンとの類似が認められるとの指摘もある。レイシュス、キリスト教聖職者で バルト地方の古来からの神々に関する記録を残す。詳細は、英語版記事、ヤンレイシッキーを参照。ルートビヒベヒシュタインは、ドイツの著述家、民話の収集家。詳細は、英語版記事、ルートビヒベヒシュタインを参照。パーキューノス、パイカローズ、ポトリンポスは、約中112で確認した綴り。パーキューノス、パイコラス、ポトリンピスは、 役中112で確認したづり、ありがとうございます。